どうも高井です。必要なのはこのハードルを超える勇気。このノウハウは相手は目を見て話せないとか、喋るときにおどおどして喋ってしまうっていう人には向かないノウハウです。なぜならあまり動かない人ほど地位が高いと感じる、これを無意識に感じる人だからです。あまり動かないというのは怠け者という意味ではありません。何かとアクセス動き回らない人である。これにはいくつかの理由がある。社会的地位の高い人ほど必要なものをすでに持っていたり、幼い頃から周りの人が揃えてくれたりするため必死になる必要はなかったのだ。また彼らは実際に力を持っていたため余裕もある。俳優のマイケル・ケインはギャングのボスの役作りをするときに、相手を怯えさせる最もいい方法は相手の目を見て静かにゆっくりと話しながら瞬きをしないことだと気づいたという。その仕草は極めて有効的な、言葉にも恐ろしいトーンを与えることになる。このブラック企業の営業術っていう言葉に、じゃあどれほどゆっくりに話したらいいんだろうってこの本で悩んだらいいのが載ってて、相手よりもややゆっくり、これが基本です。そしてこの本に戻るけど、相手に理解しやすく分かりやすい言葉で話す。そうすることによってあなたの言葉は信用してもらいやすくなる。人の頭というのは楽な情報、分かりやすい情報ほど取り込みやすいし、真実だと思ってもらいやすいからです。このノウハウを使うことによってあなた自身の影響力が増していくでしょう。だからこそ読むべきなんです。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。